おはよう。おはようございます。今日はですね、稲森プロにドッキリを仕掛けるためのテストを今からしたいと思います。テスト、テスト、はい。ここにあるビリビリペン、怖い。分かってってやるのマジ無理なんだけど。一回前にやったじゃん。やった、かなり前ね。そう、結構来る。あれですよね。あれです。やだ、分かってってやるとき、あの時は分かってやらなかったんだっけ。あら、そうそう、知らなかったんだっけ。分かったから、あーってやったけど、なんか分かってってやるっていうのは本当になんか飛び込むみたいな感じでしょ。そう、感覚で言うと池に飛び込むみたいな。あーもうギュッと押してね。手汗が止まらない。ギュッと押してね。汗かいたらもっとビリビリしちゃうんじゃないの。確かに。一瞬一瞬一瞬、そんなビリビリしなかったよ。あーやばー。あー結構くるよこれ。え、取れた？取れた、壊れた。やば、壊れた、壊れ、ウケる。ももちゃん、はい、ちょっとそこにあるマジックで、はい、それちょっと、ちょっと名前書いてくない？ここに、ほのちゃんの。ほのみに。ほのみでいいよ。あ、逆逆。こっち？うん、そっちじゃない。放送法。いいの？ギュッと押して。え？え？え？ギュッと押して。痛い。何これ、やばいんだけど。これはですね、ビリビリしてる。これを稲森プロに仕掛けようと思います。やばいですねこれ。ただほなちゃん、稲森プロに質問とかいっぱいしてね。はい、え、質問して、でその後に最後にサイン書いてもらうんだけど、それで書いてもらうから。すごいこれ。え、いける？そんなビリビリ気持ちいい、なんか。え、すごいこれ。はい、お願いします。はい、稲森プロについて、あの視聴者の方に、質問を募集したので、ちょっと何点か質問していきたいと思います。イエーイ。よろしくお願いします。じゃあまず1つ目、まあ、稲森プロといえばフェアウェイキープ率がすごい1位、連続1位、2015年から5年間連続1位ということで、とにかく曲がらないと聞きます。曲がらない、曲げないコツは何でしょう。そうですね、僕は基本もうまずコースの、はい、あの第一印象があって、うん、例えばこのホールだったら右に行きそうだな、左に行きそうだなっていうのをまず考えて、はい、で、まあ、ティーを指すポジション、あの自分が構えるポジションを決めて、うん、例えば右に行きたくないときは右側に立ったりとか、うん、あ、左に行きたくないときは左側に立ったりとか、なるほど、いう感じで、ちょっとなるべくこう曲がっても広く範囲使えるように立つようにイメージしてます。なるほど。あ、でもそれはなんかよく聞きます。私も結構シンプルなことしかして、うん、危ない方に立つみたいな、壁にしてですね、うんうんうん、行きたくない方を壁にして、うん、で、まあ、ちゃんと狙いどころ決めて、うんうんうん、でそこになるべくこう飛球線でこうラインで乗せていくような感じで、はい、感じですね。イメージと違う球が出るときとかはあるんですか。まあ、よっぽどやっぱその時は一回ちょっと立て直して、まだちょっとなんか、うん、邪念みたいなのがあったら一回ちょっとやり直して、うん、ちょっと一回ティーグラウンドを一回差し直してみたいなことしますけど、まあ、なるべくその、まあ、例えば右側に立ったら、うん、まあ、プッシュアウトはダメじゃないですか、うんうんうん、右壁にしてるから、はいはい、ただ引っ掛けてもいいってことなんで、うんうん、そしたら全力で左にドローしていくみたいな感じで。なるほど、もう決めたら、あとはもう振り切るみたいな。そうですね、まあもうしっかり振り切った方がいいですね、はい、ありがとうございます。2つ目の質問いきます。
ショットがダメな日でもスコアをまとめられる王道な攻略を教えてください。そうですね、やっぱショットが乱れてる時はやっぱグリーンも結構外しちゃってる時だと思うので、そういう時こそ、うん、まあ、パターンもそうだし、はい、あとグリーン周りのアプローチを、うんうん、極めることができたら、はい、よりゴルフも楽になるんじゃないかなと思いますね。もう外してもあそこだったら自分から寄せられる、それも前提でセカンド打つから、うんうんうん、最悪、まあ、ショートしたりとか右外れたり左外れたりとかしても、うん、まあそこだったら絶対寄るみたいな、それでパーを切り抜け、どれだけこう一打で少なく上がれるかっていうのを、はい、まずそれが多分、まあ、スコアを落とさない秘訣なのかなとは思います。確かにアマチュアの人は、まあ、私もそうなんですけど、ショットがダメだとなんかもうリズムが悪くて、あ、またラフからとかまた傾斜からとか、そうなるとやっぱこうパターンもなんか雑になっちゃうっていうか、焦ってかな。そうですね、まあ、あんまりこうグリーンに乗せなきゃっていうのはあんまりいらないと思うんですよね、うん、まあ、とりあえずさっき言ったようにグリーン周りのアプローチをですね、まあ、しっかりしとけば、うん、まあ、最悪こうミスも含んだ状態で、はい、アイアンショットとか、まあ、ティーショットもそうだし、アイアンショットもいけるから、よりこう戦略性が広まるというか、すごいメイクはアプローチですかね。じゅんちゃんよく言ってるもんね、うん、アプローチってやっぱスコアまとまる。私も、まあ、パーオンってなかなか難しいので、そうですよね、はい、諦めてますそしたらもう楽にセカンドを、どれだけ楽な気持ちでセカンドいけるかが一番大事かなと思います。寄せようというよりかは、とりあえずグリーン周りまで持っていこうみたいな感覚でいいと思います。はい、皆さん、グリーン周りの練習しましょう。面白い。3つ目、はい、コースに出た時のミスショットした時の気持ちの切り替え方や18ホール通してのメンタルの維持をお願いします。どうやったら維持できるか。そうですね、まあ、ミスショットしたときは、まあ、もちろん、まあ、ラウンドしながら修正はかけていくんですけどね、こういろいろ、あ、多分今のこうなってたなとか。あ、なるほど、今ちょっと引っかけちゃったときとか、あ、こうだったかな、若干やっぱズレっていうのが少しやっぱあるときがあるんで、うん、やっぱそういうときはこう修正しながら回るとか、うん、まあ、やっぱボギーとか打つとやっぱみんなこう気持ちこうへこんじゃったりするじゃないですか。そうですね、なったら、まあ、後から予定だったボギーが先に来ただけだみたいな感じで、まだ全然例えば2ホール目でボギー来ちゃったって言っても残り16ホールでバーディー2つ取ったら、うん、チャラどころか1つ潜れるから、そこからも気持ち切り替えよう、なるべくズルズルいかないようにしよう、いちいちくよくしない、まあいいかみたいな感じで、まあまあまあ死ぬわけじゃないし意外とプロもそんな感じで、ね、いや結構なるべくそこら辺の調整が難しいんですよね。一番は技術の修正っていうのは意外とごまかせたりするんですけど、気持ちの切り替えが結構難しかったりするんで、やっぱ怒る選手とかもいるじゃないですか、だからまあ気持ちはすごいわかりますよ、うんうん、なんかグーッとか言って叫んでる人もいるんですけど、まあまあ、僕はあんまそういうタイプじゃないですけど、まあやっぱイライラすることもあるんで、そういう時はなるべくこう、まあ、もちろんあんまり周りには迷惑かけないようにしてるんですけど、ここはまあもう大丈夫大丈夫みたいな感じで、なるほど、意外とそういうのが効果的だったり、はい、そうです。ももちゃんもそういう感じ？私怒ってる。ももちゃん怒っちゃう。いや、怒るのは別に怒るのは悪いことではないじゃん。感情を、感情をね。あ、感情は出さないけど。いや、もう全然怒るのは全然いいと思いますよ。はい、それはもうそれだけ真剣な証拠なので、うん、はい、だからそれをこううまく。次逆にも次のホールにエネルギーとして持っていくみたいな。なるほど、はい、じゃあまあプロはそんなに毎回毎回一喜一憂しないっていう感じですか。まあもうとりあえずそのホールはそのホールで終わりみたいな、とりあえずもう次をこうじゃないとこうどん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 こう負の連鎖が来ちゃうから、死ぬわけじゃないんで、死ぬわけじゃないです、死ぬわけないから気持ち切り替えていこう、はい4つ目、はい、フェードとドローではどちらがフェアウェイキープしやすいでしょうか。あんま僕もあんま一概には言えないですけど、僕基本ドロー系なんで、まっすぐ、まあ、いきなり出玉で右とか左っていうのは多分フェアウェイキープしづらいんじゃないかなと思います。まっすぐまっすぐ出て出玉はとりあえずまっすぐに近い形で出して、そこから右こうナチュラルにこう右に流れるか左に流れるかで
で、あとは自分の持ち玉と相談しながら回れば、自然とこうフェアウェイキープしやすくなるんじゃないかなと思って、僕も結構そんなまっすぐ打ってフェアウェイに行かせようっていうのはあんまりしてないんで、こう曲がってるのを考慮してこうそのエリアに落とすみたいな感じで、はい、そういうイメージでやってますね。じゃあでも結構、まあ、その人の持ち玉とかもありますもんね。まあそうですね、まあでもそうですね、まあ、ちょっと軽いドローの方がボールは死なずに済むかなと思いますね。やっぱ右に行くってなるとそれだけスピン量がかかってるから、そうですね、あのパワーヒッターはだいたいフェーダーだと思うんですけど、はいはい、あの僕パワーヒッターじゃないから余計にそのフェーダーで打ってしまったら、うん、もうベラベラってあのどん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 逃げていくし飛ばないしっていうデメリットしかないんで、はい、だからちょっとなるべく捕まえられるように、うん、こうスーッとちょっと外側から行くっていうのが、はい、まあ一番理想かなっていう感じで。 C って言うならドローって感じですか？僕が言う選べって言われたらドローの方がおすすめですか。なるほど、です、はい。5個目なんですけど、満振りを10だとしたら普段の試合ではどれくらいの力感で打ってますか？そうですね、普段はそれでも 7とかそれぐらいですかね。7、8、なるべく緩まないようにしてますね。はい、あはい、緩めちゃうとこうボールにこう自分から当てにいっちゃう感覚があって、はい、余計にこうなんかなっていうか、そのコースに対して引け腰になっちゃってる、うん、はいはいはい、試合中でもしっかり打つ練習をするためにも、うん、まあ普段の練習、あの普段のラウンドもそうですけど、はい、7、8でもう広いところは、うん、まあ、しっかり10ぐらいの力感で行くようにはしてます、うんうんうん、お7、8ぐらいでこうなんだろう、軽い感じではないってことですか？まあ、あのそれなりにその満振りだったら、満振りって結構なんかスイング乱れるじゃないですか、やっぱ、うん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 、じゃなくてスイングを乱さない境界線でこうしっかり振れる、それが多分7ぐらいなのかなって。なるほど、結構ね、10近くの時はあるんですね。10近い時はもう多分自分でもどういうのスイングしてるか分かんないぐらいどこ行くか分かりませんみたいな。7、8ぐらい、うん、やっぱり上手な方は7、8ぐらいのイメージだ。もはや分かんないよね、どれぐらいの力で打ってるか、うん、まあぶっちゃけ言うと僕もあんま分かってないですとりあえず満振りではないみたいな。満振りではないですね、うんうんうん、はい、最後の質問です。プロになろうと思ったきっかけを教えてください。そうっすね、まあ、僕はまあテレビ見てて基本まあそのりょうさんがやっぱ学生時代で、はい、優勝したされたじゃないですか、うん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 、まあ、それを見たのも一つだし、まあ、僕ら世代はやっぱタイガー・ウッズが一番こう波に乗った時期だったんで、うんうん、やっぱそういうのを見て、で、あのやっぱこうプロになりたいってなって、うん、まあ、でも最初見てた時はそんなにプロ志望っていうのはそこまで濃厚じゃなかったんですけど、はい、まあ、なんかあの何かのこうラウンドの時にプロと一緒に回って、なんかこうやっぱ自分と この差を感じて、その差をなんか埋めてやりたいなみたいな感じでっていうのがあって、まあまあずっともう小さい頃から小学校1年生からずっとゴルフしてたんで、なんかもう僕はもうゴルフしかないかなと思って、でもう僕も早い段階で高校2年生の時にプロテストを受けて、でプロ合格して、もうそこからずっと10年経つっすか、今年で。すごい、プロは一発合格したって。すごいですね。もう受けたくないっすね結構なんかツアーの優勝とはまた別の味を出してる感じです。まあ、まあ、もちろん僕その時はまだアマチュアだったんで、はい、まあ、50名ぐらいですけど男子の場合は、やっぱなんか最後ボギーでも合格する位置だったんですけど、はい、でもやっぱなんかティーショットはすごい手汗が止まらなかった、吹いても吹いてもずっと出てくるみたいな感じで、はい、滑っちゃう滑るなと思ってそんぐらい緊張してたんで。そうなんですね、まあ、だからまああれは1回で十分ですよ。今でもその試合の時にめっちゃ手汗が止まらないとかあるんですか？あ、まあ最近あんまないですけど、まあでもやっぱ優勝争いとかしてたら心臓バクバク出ますよね。そういう時も死ぬわけじゃないとか考えるんですか？いや、もうその時はもうめっちゃ大きく深呼吸しますよ。鼓動を収めなきゃいけないドライバーショット打った後でもすごいもう心音が聞こえるぐらいなんで、へー、まあ、すごい。
そうちゃんから、うん、何かありますか？プロになるために毎日してたことあります。ルーティン的な、うん、何枚しないいや、まあとりあえず悪くてもパワープレイで収められるようにっていうのがプロテストを受けられる条件なので、自分、うちの父親が貸してたもので、はい、どんなに調子悪くてもパワープレイまでだぞみたいなって感じで、で、まあ、練習も、まあ、当時は、まあ、そんなになんか600球とか800球とか打ってないですけど、毎日400球打ってて、で、その、まあ、ラウンド終わった後も400球打ってたりとかして、すごい。で、ドライバーとか打つ時も、まあ、僕の父親結構厳しいんで、なんかもうこんぐらい負けたら、負かったらやり直しみたいな感じ。いやまあゲーム感覚でやってたんですけどね、なんかうち、まあ実家が練習場やってるんで、はい、あの奥に250って、なんか250ってあるんですよね、うんうん、なんかネットに貼っ付けてるんですけど、はいはい、それを全部当てるみたいな感じで。すごい。でもなんか、わかんないけど、今、その練習をされたっていうのもあって、やっぱ、まあ、曲がらないのかなと思う。狙ったことにね。とりあえず、もう父親はもう、ドライバー曲げることに関してはめちゃくちゃ厳しかったんで。あ、そうなんですね。何曲げてんだみたいな。へぇちょっと、お父さんに習いたい。ティーショット。スパルタ。泣いちゃう。むしろもう、ティーショットの時点で俺死ぬんじゃないかなって思うぐらいの。すごい。ゴルフ嫌いになるんだったんですね。いや、まあ、なることもありましたよ。だけど、なんか結局こう、まあ、その日は、まあ、やりたくないってなるじゃないですか。でも、結局一夜明けたら、なんか悔しいから練習したいみたいになって。気づいたら打ってる自分がいるんで、あの癖になっちゃってるんですかね。すごい。なるほど。今のことはちょっと感動しましたね。ね。もう結局やっぱり、ね、なんかやっちゃうっすよね、うん。やっぱり好き。ゴルフ好きなんだなって思いますね。うん、そういう時。ね、はい。ちゃんどうですか。400球毎日。まあ打てる気。あ、今少なくなりましたよ。僕もう200に打っても200球ぐらいです。はい、200球以上は打ちますね。ああ、でも全然すごい。でもなんか400球ずっと打ってると無理ですよ。ああ、まあ確かに疲れは してる、うん、毎日それをやんなきゃいけないし、うん、でも調子いい時は600球打ってたりとかしてたかなと思います。すごい。400球が最低のノルマだったんで、400球打たないとご飯食べれないみたいな、はい、やば、はい、それはやるねそんな感じだった。毎日合宿だね。毎日合宿だね。練習場だからより合宿っすよね。すごい。でもさ、それだけやっぱ努力されないと、うん、ね、うん、だからアマチュアの方も練習サポになりたいですよ。うまくなりたかった。うまくなりたかったらね。そうそうそう、うまくなりたかった。やっぱ練習しないと、うん、そうですね、はい、じゃあ、うん、質問は、はい、以上になります。ラウンドしながらもね、うん、たくさんね、うん、とかいろいろ聞いていければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの流れで、サインを、はい、プレゼント、そう、プレゼントのサインをちょっと書いてもらっていいですか？あ、かわいいリンゴワッペン貼った。あ、ちょっとグッと押してください。あ、こっちじゃないですか？こっちじゃないです。こっちがいい。うん、ちょっとグッとしてみていいですか？はい、ちょっと出が悪いかもしれない。ちょっと待って、びっくりした。ちょっと待って、え、そんな、ちょっと待って、びっくりした今。あんまりされてないけど、びっくりしてないけど、ビリってきた今。聞きました？聞きたっす。あ、痛っ。いや、無理だよ。いや、今一瞬、自分の手がおかしいのかな。なんか、汗かいてきた。汗かいてきた。びっくりした。いや、あの、知っててやるのはちょっと。それでこそ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 。今回やる。きついよ、これ、本当に。知ってて、左手でやってみようかな。知っててやってみたら。今、すでに手汗やばいんだけど。滑っちゃうよ。ほぐれた、右手が。これさ、やばー、やだー。押すだけです、押すだけ。いや、分かってるよ、分かってるんだけど。もうちょっと下握ってもらって。もうちょっとそう。分かって、え、はい、あ、何ですか。グーグーで握ってもらっていいですか。いやー、もう本当に、いやー、やって。なんかから最初、自分の手がおかしいのかと思いましたよね。いや、最初俺もう自分の手がおかしいのかと思って。結構来るんだよ。
ね、これね、勇気いんのよ、勇気いんのよ。3、2、1。痛い。こんなアイテムあるんですね、はい、初めて見ました。ということですごい、なんでこれで、あれ、あれ、あれ、だからインクって、いて、インクって、いて。おかしいのかな。ということで、ドッキリ。ドッキリ、はい、ドッキリ、ドッキリですか。初めて食らった。初めて食らいました。すいません、せっかくインタビューしていただいた、あの、お答えいただいた後に、ね、インク出ないなんてずっと2、3回ぐらい押しました。おり、おり。本当に、じゃこれ本当のやつ。はい。本当です。はい、インプスなりそうする。マジックインプス。マジックインプス。なんでと思って。僕やったらこうでしたよ。多いですか。投げましたよ。本当ですか。びっくりするよ。押してなんかジーンするから俺の手がおかしいのかなと思って。もう一回押したら出ないから。でも手がジーンってするから。ちょっとこれはあのビリッと来ないですか。いやマジ怖い。これでビリッてきたらもうなんかペン握りたくなくなるっすよ。それは出ないですよね。これサインだけでいいですか。はいはい、サインこれだけでいいですか。お願いします。ありがとうございます。はい。